収支報告、ですねずいぶんあっさりしたね、<laughs> ねこれ、これ表にする意味あるの、これ、繰越金31万9759円、差し引き収益31万95759円、こ同じじゃん、これ、これだけ出せばいいじゃん、皆さんからの錠剤が31万9759円。 今のとととこころあるということで、はい、まあ、今日またさらに頂い,いてるわけですけれどもねあのー、実は、えー、皆さんからもリクエストが多かったマグリットマグリットが、えー、著作権切れてるんじゃないかっていうことでやったんだよね、はい、ベルギーだから、あのー、戦時加算ないだろうと思ってマグリットの回を収録したんですよずいぶん前に。ところが ベルギー戦時さんあるよみたいなことになってでこれお金かかっちゃいますよっていうことでどううしようってこともう取っちゃってせっかくあるんで皆さんからいただいたこちらのお金があるんでそれを使って有料シリーズでマグニットをやろうかということで現在鋭意進行中でございます。というわけで差し当てっのこの31万9,759円は。 マグリット会の著作権使用料に当てさせていただきたいと思っております、はい、これはもうぼちぼち出せるようになるということでそうですねいいんですかね,すね、はい、だここれからその著作権のあれの申請をしなきゃいけないかな、はい、あれですけどもお金がいくらかかるかちょっと計算しるんですけども、はい、皆さんにその,あのご許可をいただいてこれマグリットに使いますよということを報告してからやろうと思ってたんで、えー、今日報告に えー、させていただきました。あ、また J さんという方から一万五千八百円いただきましたね。ありがとうございます。今年はデッキリコをお願いしたいです。今年はね。デッキリコまさに。あ <laughs>、あのおかげさまで、えー、今年かなり大規模なデッキリコの。大開古展、えー、東京都美術館と神戸市博物館かな。でやるんで。えー、おかえさんでデッキリコのあの画像が使えるようになりましたんで。 これも近々、デキリコアップいたしますので、はい、お楽しみに。四月はデキリコやってた人がやります。<laughs> はい、<laughs> マグニットも見たかった。やります。ますはい、マグニットはもう皆様のおかげでできます。デキリコはデキリコ店のおかげで、えー、できます。よろしくお願いいたします。